ていきました。ビービーポイントになるところで LJ ピーク決めた。昨日も1クォータースリーポイントを決めていました LJ ピーク。これもリバウンドからですからね。30秒切っています。竹内がフォールして LJ ピークに朝のうまいですね。このバックスクリーンですよね、はい、昨日も2回のモールを持った LJ ピークとして竹内もこのクォーターは初めからになっています。いやいいアタックですね。いやすごいですね。ちょっとプレッシャーかけるとバーンと出てきますね。いやこの人はこういうプレーできますんでね。今まではコナースリーといった印象が多かったんですけれども、逆の方向にドライブしましたね今。あそうなんですか。それでちょっと撹乱をしたという感じだったんですが、はい、簡単に今度 LJ ピーク、簡単にバックカットですね。しっかりできてますね今ね、はい、ですから今14点差まで盛り返してきてますので、はい、おここで LJ ピークが一つ歯止めをかけました。まあ、今日はここはもうガードでいいですよ。ヘッドピーク決めた決めた。このクォーターの最後にLJピーク、今日はピークが乗っています。これで14得点。今日のご自身のパフォーマンスいかがだったでしょうか。 How do you think about your performance today? I think I played well. The team kept telling me to stay aggressive, so I stayed aggressive and ball went through the hole today. とても良かったと思います。チームメイトやコーチからアグレッシブにプレーするようにというふうに言われたので、積極的に、ゴールに向かって狙っていきました。あそうですね、今日ドライブが非常に光ってたんですけども、まあ、そこはやっぱ狙い通りっていう感じなんでしょうか。 So you had a great drive, so that's what you intend to do, attacking the basket. Yeah, that's sort of my game, so I mean just getting used to the flow, getting used to the play, so seeing what's open and taking it. そこが自分の強みだと思っているので、こういったチームの流れとか、ブレックスのプレーというのがより理解度が深まってきているので、そういった強みもしっかり出してきたかなと思います。ありがとうございました。また次節も頑張ってください。 Good luck next game. Thank you. Thank you. ありがとうございます。今日のヒーロー選手 LJ ピーク選手、まだ24歳ということで伸びしろもたっぷりあるわけですけれども、まあ、今日は本当に可能性を感じさせるプレー非常に良かったですね。そうですね、ドライブも非常に良かったですし、途中のループシュートなんかも出てましたね、はい、そうでしたね、はい、というところでいろんな持ち味を出していきまして、まあ、当然このフィットしていくためにという部分ですが、もともとの軸がもうできたチームですから、このフィットしていくのも早いのかなといった感じですよね。